ートレース徳山の傍聴交通杯争奪戦、準優勝戦もラストカードとなりました。これから第12レースを行います。1号艇岡山の村上純、2号艇長崎の石橋道友、3号艇東京の田中剛、4号艇東京の柳田秀明、5号艇香川の松尾祭り、6号艇三重の石塚祐介、以上の6名枠なりに作戦行動となりました。今日は大人気の決着か満州券かという傾向になっていますが、準優勝戦も10レースは本命決着、そして11レースはダブル満州券となりました。さてこの12レースはどんな展開となるんでしょうか。人気は1号艇村上純に集中しています。前節 V モーター75機を手にここまで6勝をマーク、トーチも来るたびに優出しています。1号艇村上の陰線に信頼。2コース今年は優出ラッシュです。2号艇石橋道友、3コースに3号艇の田中剛、ここまで船券外したのは一度きり。4コース角に引っ張るのが4号艇の柳田秀明です。さらに引っ張って5コースは5号艇松尾祭り、大外6コースに6号艇石塚祐介、昨日は逃げて勝負掛けに成功となりました。枠なりの3対3でインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番3番とスタート揃えて出ていきます。伸ばし合う1番2番3番1マークの攻防、逃げる1号艇の村上、刺す2号艇の石橋、まくり出す3号艇田中も届きません。先頭は1号艇の村上純。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇村上、大きくリードを取っています。2番手は接戦、3号艇田中、2号艇石橋、4号艇柳田、2マークの旋回、トップは1号艇村上、続いて4号艇の柳田が動く、刺してくる2番3番、2番手争いは2号艇石橋、3号艇の田中、この2人が一歩前に出ています。追走する4号艇の柳田、さらに後ろは5号艇松尾、6号艇石塚。これから2周目1マークです。先頭独走は1号艇の村上、そして優出争い4号艇の外を握っていく2号艇の石橋、刺して3号艇の田中、2番手ここで2号艇の石橋が一歩前に出ています。3番手3号艇の田中、上位3艇1番2番3番、2番手3番手まだ定間はそれほど開いていません。2周2マークの旋回です。先頭は1号艇村上、そして2番手2号艇石橋の内にくるっと3号艇の田中が詰め寄ってくる。2番手2号艇の石橋の内側、3号艇の田中のへさき入っています。2番と3番まだまだ優勝争いが続いて最終周回に入りました。3号艇田中剛対2号艇石橋道友、3周1幕1号艇村上に続いて3番2番競り合いながらバック側に抜けていきます。ほぼ同体でバック直線コース、前に向いたのは3号艇の田中剛、わずかにへさき出しています。バタつきながらも必死に追走2号艇の石橋。現在上位3艇は1番3番2番、2番手3番手まだ定間は詰まったままラストターン幕、トップは1号艇の村上、2番手3号艇田中に対し刺してくる2号艇の石橋、届きませんでした。1番3番2番の順で間もなくゴールです。1番村上五輪、3番田中五輪、2番石橋五輪、4番柳田、6番石塚五輪、5番松尾五輪。